キッドブロックと言われる部品なんですけれども、車高を必要以上に下げさせないための、木の板がついています。それを、今外しています。でなぜそういうものをつけるかというとですね、角度が一部つけているという部分は考えないかもしれません。そうですね、カナマ1位なんですけれども、このカナマ1は昨年1位だったっていう、この1カナマ1になってますね。で、今年は残念ながら20位という結果でした。今のところはセクター1で計測だったんですが、今が良くて国本もいいですね。あ、さらに山口がいいタイムで来ている。そしていいタイムで来ているぞ。ゲーミーのレイラもいいタイムで来ている。最速です。最速で来ています。さあ一斉に当たってます。山本直樹がセクター2もいいぞ。山本直樹さん、そして今石浦博明も、山本直樹が遅れるだけ、石浦博明もいいでしょ。ゲームスーツが終わっている。さあ、さあ中島克樹選手はこれからアタックラップに入りました。中島克樹がこれからアタックラップに入りました。さあ入っている16番の山本直樹、あと40秒あります。あと30秒までまだもうちょっとある。もう1周行こうと思ったらいけますが、タイヤのピークというところではこれが最高のところを持ってきています。さあ中島どうだ、本当のオーライマンに戻ってきた。その前に16番がトップ1分38秒88。さあそしてトップ入れ替わった。山本直樹がトップ上位
そういったところをちょっと教えてください。まあ、基本的に鈴鹿サーキットは中速ぐらいのコーナリングがすごく多くて、まあ、ドヤバー的には本当に食べない。クリアしましたけど、やっぱり思ってるよりも見えないですね、これ ね、 そうですね、はい、今回は西の量もそうなんですけど、風がほとんどなかったので、
ジェームス・ロシターが今こっち早いですから、はい、オーバーテイクシステムを使いましたよ。ジェームス・ロシタープレッシャーを与えていきます。小林カムイが今オーバーテイクシステムに、はい、今ボタンを押した、ボタンを押した、 LED が点滅している。石浦はどこで気づく、石浦はどこで気づくか。130アンペア分からないぞ。さあ日立東北までシステムとしているところで飛び込んでくるかどうだ。最後の最後の日立オートモーティブシステムズ試験員で飛び込んでくるかどうか。さあ一世一代の石浦博明、ここは頑張って抑えたいんだが小林カムイはどうか。そしてアンドレ・ロッテラーが今最終コーナーに間もなく姿を現します。2015年の選手権で3位になった。BRZ 兄弟車種の、まあ、ワンメイクレースといってもいい、そんなですねナンバー付きのカテゴリーであります。このレース今日はこの後プロクラスのレースも皆さんにお楽しみいただきますけども、このウェッコンディションの中、次がアマチュアといえどもですね、このクラスマクラスのトップグループのドライバーたちは初めてマッチのコントロールしてます。マイクコーナーでもマッチを戻ってさせながら、さらば一発入れた松原の時が今トップで大きなグラップを戻っています。そして2番手の小原高田3番手のエンジョン・ホーズ、まあ、ほぼ同三角になっています。そして4番手の岩本は先ほどはベジナカーブのあたりでは3番手に迫っていたんですけども、少しこのランクで離されてしまいましたね。そして